方一郎の262安打、4割打者によってついに抜かれそう。アラエスマイアミマーリンズ現在79試合で111安打227安打ペース。やっぱり無理やったわ。アラエスマイアミマーリンズ。3割9分9厘3本37打点オプス944。あの時の一郎って後半戦がすごかったんじゃなかったっけ？死球拒否してヒット稼いでただけだから昔。こういうのってまさか本気で言っとらんよな。死球拒否してヒット打てるなら最強打者やんけ。4割でも無理って一郎の記録やばすぎない？これアンタッチャブルレコードやろ。4割打つより余裕でアンタッチャブルレコードやろ。4割打者は過去にもおるしな。4割達成すれば問答無用で一郎超えるからそこ目指した方がええ。10年連続200安打のスレスキ。日本人で歴代1位とかも現れないやろ。小さい記録にこだわればワンチャンあるかもだけど。イチローの全盛期を見てなくて今大谷の活躍目の当たりにしてる身としては、イチローの凄さがあまりわからない。メジャーでタイトル取るってすごいことなんやで。イチローの凄さって見ててもわからんよ。わからんっていうか麻痺してくるんや。アラエスの凄さ確認するとやっぱりイチローの凄さが再確認される。イチローがすごいのは打撃じゃなくてサンツールプレイヤーってところな。守備特化でここまで揃ってる選手はなかなかいない。これ、総合力と積み重ねがすごい。通算王は大谷でも超えれるか怪しい。守備走塁がメジャートップ級。怪我しない毎試合出る。これで10年やってたことが一番やばい。前半戦打率、3割2分1厘。後半戦打率、4割2分9厘。イチロー後半戦から本気出すか。後半戦打ちすぎやろ。262安打は割とアンタッチャブルレコード。227安打じゃ歴代シーズン10位にも入れない。イチロー恐るべし。